続いてはソロなんですけれども、まあ都度ですねアドリブっぽい感じではあるんですが、今回はあのオリジナル音源、初期のオリジナル音源に近い位置を弾いていきたいなと思っております。でワーミーが結構駆使されているので、そこがまあ結構重要になってくるかなとは思いますね。でサビの終わりからです。ここまで来た後に、というふうな感じのイメージです。まずですね、予言の10をチョーキングして、でザワザワとディレイでザワザワさせます。でここでワーミーが入ってくるんですけれども、っていうふうな感じのフレーズで10の1、2弦を1弦、2弦の順ですね。で、次が1、2弦の10を押さえたままのあと12、10、13、10でまた12、10のプリングですね。12、10、13、10、12、10のあと3弦の12、この音ですね。3弦12から2弦の10で3弦の10、3弦の12、3弦の10で最後が4弦の10で、ここでワーミーですね。でこの後ザワザワ4弦の12、11、10で5弦の12、11、10で8ザワザワですね。でここワーミーを踏むんですけれども、まず普通に2弦の3フレットを鳴らして、で1弦の5を鳴らすときにワーミーを踏みます。でそのまままた戻って2弦の3、で2弦の3を押して、で踏み込んだまま戻してくるって感じですね。で踏む、戻すっていう感じですね。指だとこんな感じです。でこれをワーミーをで戻してくる感じですね。というふうなイメージになります。
感じです。まああまり抑えるところ気にしすぎずですね、雰囲気が出ればいいかなと思います。